え、じゃあパッキャンティーも踊ってみてやったらいいよ。 YouTube やろう。 YouTube まさかのデビュー。 え、デビューですか。思うんすよね、絶対こうメイドさんの YouTuber いないじゃん。そうっすね、家でなんか僕的には求めてるのはこう芸能人っぽくじゃなくて、はい、こうマジで素人みたいな感じがいいと思うんですよね。こうボサボサの髪で、それはちょっと、そっちの方がでいいじゃないですか、はい、常に着飾ってるように。そうです、新しい開拓します、ピナファから。なんか YouTube を重く感じ考えすぎたと思うんですよね。ただ動画をね載っけてるアルバムみたいなもんなんで、 Twitter と同じですよ。勉強になりますね。新しい経験、普通に楽しくね、こう思い出を残してって感じなんで。あー、へー、ホームビデオ的な。へー、すごい、あんまり考えたことがなかった。ご婦人様失礼いたします。本日お誕生日を迎えられたということで、お誕生日を迎えられたご主人様、手を挙げていただいてもよろしいですか。はい、あー、ありがとうございます。ちょっとお誕生日当日ということで、メイドさんからのプレゼント、まず一つ目が、はい、はい、私とキャンティーからのお祝いのカードです。一緒の宝物にします。お誕生日でございます。おめでとうございます。めっちゃ楽しんでください。素敵な一年をまたごめん、お誕生日でございます。あ、みんな同じこと全然飲まない。みんな同じことしか書いてない。メイドさんからご主人様に伝えたいこと、あ、はい、それぐらいね、気持ちが宝物にします。お、ありがとうございます、はい、そして二つ目がメイドさんからのご主人様のバースデーカクテルになります。はい、一応ノンアルでちょっとなんかコーラとかメロンソーダ好きみたいなの聞いたんで、炭酸系にしてみました。ありがとうございます。はい。にしてみました。で、そして最後というかバースデーソングを歌わせていただきたいんですけど、その歌を歌うときにお呼びしていいお名前教えていただいてもよろしいですか。はい。ダンティー。ダンティー。ダンティー。じゃあハッピーバースデーではダンティー様でお願いします。はい。はい、じゃあ行きまーす。せーの。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy-sama. Happy birthday to you. おめでとう。20歳になりました。みんな20歳。いただきます。ぜひぜひ、ちょっとグラデーションとかを合わせて。いただきます。おいしい。おいしいです。キャンティー汁です。すげえ美味しいですよ。飲みます。食レポして。食レポ。あ、マジした、はい、何が入ってるか分かるかな。当てていいですか。はい、オレンジジュースと炭酸とキャンティーが入ってました。わー、キャンティー。キャンティーだったら何でもいい。